プラナブクマール・ムカルジーは、インドの政治家、インドの13代大統領、インド国民会議派所属、中央政府の大臣を歴任した。日本の報道では主に、ムカジーや、ムケルジーと英語名で呼ばれるが、ヒンディー語での発音は、ムカルジー。英領インド帝国ベンガルに生まれる。カルカッタ大学で法学の学位を取得し、また、同大学の政治学と歴史学の修士号を持つ。 財務大臣、外務大臣、国防大臣、商工大臣など主要閣僚を歴任。ソニア・ガンディー国民会議派総裁やマンモハン、新首相の推挙で与党連合の統一進歩同盟から大統領に指名され、70%の支持率で PA サングマを破り当選。ベンガル人としては初のインド大統領となる。 2012年7月25日から2017年7月25日まで大統領を務めた。インドの大統領はこれまで名誉職的な国家元首とされてきたが国民会議派政権で要職を歴任してきた重鎮であるムカルジーの就任によって政治的実権を持ち重要な役割を果たす大統領になるとの観測もある。2020年8月中旬に 新型コロナウイルス感染症への感染が判明し、意識不明の状態となっていたが、同年8月31日、ニューデリーの軍病院で死去。84歳没。インド新大統領に、ムカジーゼン財務省与党連合が勝利インド、大統領選、ムカジーゼン財務省が勝利いいまい。インド大統領に、ムカジーゼン財務省、重要な役割果たすコロナ感染判明の、 インドムカジーゼン大統領死去から、読売新聞オンライン2020年9月1日、インドのムカジーゼン大統領死去新型コロナに感染。時ッ .com。2020年12月16日閲覧。ありがとうございます。